はい、ゆめです。こんにちは、どうもどうも。はい、今日はですね、大変珍しいとこからちょっとこれ収録してます。今これランドのね、ウエスタンランドです。はい、皆さん、ベリベリミニイベント楽しんでますでしょうか。俺の方はですね、ミニパレードリミックスはね、何度も見てんだけど、メインのね、いつベリーミニが本当に当たらなくて、もう抽選、もう大連敗、連敗街道真っ白です。はい、でですね、こちらのイベントなんですけども、パークのレストランとかでですね、いわゆるスーベニアって言われてるね、あのおまけというか小さなあの小物類がね、食事と一緒に、はい、購入できるんですけども、これどれも可愛いよね。1、2、3、4、5、代表的なもので6個あるんですよ。はい、この6個のスーベニアですね、ちょっと紹介しましょうね。まずこちらマグカップ、これいいよね、めちゃくちゃいい。これ普通に売ってても全然おかしくないよね、マグカップ。はい、それとこのプレート、このミニプレートも丸くて、これ使いやすそうですよね。これもね、普通に売ってても全然おかしくないレベルですよね。はい、そしてこのランチケース、これいいんですよ。これ結構ね、持って歩いてる人、うん、いっぱい、おいるいるいる、いっぱいいて、これ片側透明になっててね、なんか縫い歯とかね、アピールできていいですよね。はい、あと、そしてこのポーチ。このポーチもですね、ちょうど良い大きさで、バッグ内バッグとして使えるし、このポーチもね、普通に売っててもおかしくないレベルですよね。あとこれスナックケース、スナックケースは可愛いんですよね。うん、これもね、結構集めてる人もいるし、パークの中でもいっぱいいろんな種類出てますよね。はい、これ今回ベリミニのね、メインデザイン基調として可愛いですよね。はい、あとコースター、これはロゴだけでシンプルですよね。はい、っていう風に6個あるんですよ。あともうちょっとね、コレクタブルスプーンとかあとあるんだけど、その辺はね、レストラン関係で揃えられますので、ちょっと割愛します。でこの6個のアイテムを効率よくね、やっぱ集めたいじゃないですか。6個あるから6回レジ並ぶって嫌でしょ。でこれ数が大変多くてですね、6個全部扱ってるお店は残念ながらないんですけども、どうしたら効率よく買えるかっていうのを伝授したいと思います。じゃあもったいぶっても何なので、早速行ってみましょう。じゃあこちらです。ドドン、こちらになります。これ分かりますか。これ縦軸はですね、ランドのこのショップレストラン で横軸がアイテムです。でこうやって見ていくと、例えばね、スイートハートカフェはマグとプレートとランチケースの3つが揃えられると、わかりますよね。でキャプテンフックスギャレーはマグカップと、それからスナックケースとコースターが揃えられると。はい、でこうやって見ていくとですね、はい、一番合理的で効率いいのはやっぱり3つのアイテムが揃うところなんですよね。3つ揃うところはですね、このスイートハートカフェ、マグとプレートとランチケースがいっぺんに買えます。そうするとあとポーチとスナックケースとコースターだけでいいんだよね。こうなってくると、わかりますか。でこうやって見ていくとね、やっぱり3つ買えるところが合理的ですよね。あと見ていくとね、このグッタウンカフェ、トゥーンタウンのね、ヒューディールーのグッタウンカフェ、こちらもですね、ランチケースとスナックケースとコースターと、はい、3つ揃えられるので、ここも合理的ですよね。でこれ見ていくとね、ランチケースが3店舗なんで少ないんですよ。あとコースターも3店舗だから少ないよね。でもね、やっぱりね、ランチケース欲しいよね。そうするとスイートハートカフェか、リフレッシュメントコーナーかグッタイムカフェのこの3店舗になります。でこうやって見ていくとね、俺的おすすめはやっぱね、スイートハートカフェかグッタイムカフェね、この2店舗はマストですね。でね、リフレッシュメントコーナーもいいんだけど、ここはね、2アイテムしか揃えられないので、ちょっと効率悪いよね。で、ランチケースってやっぱりね、ご飯が伴うので、スイートハートカフェのサンドイッチとグッタムカフェだったら、グッタムカフェのピザの方が絶対いいと思います。だから、ランチケース狙いで行って、かつ他のアイテムがガーッと揃えられるので、ここはね、グッタムカフェに行って、あのピザを買って、ランチケース、スナックケース、コースターの3つを一気に買ってしまうのがいいと思います。で、グッタイムカフェでこの3つをガーッとゲットしてしまって、で、あとは、マグとプレートの2個ね。この2個は、ハングルベア、グランマサラ、トモテラ、プラズマで、それを選びますね。カレーとかグランマサラ結構並ぶので、おすすめは、そうだな、やっぱプラズマレジダイナーかな。プラズマレジダイナーはレジが多いので、はい、結構この2つサクッと買えるような気がします。
でね、こうなるとね、ちょっと難易度というか考慮するのがね、スーベニアポーチで、ね、これランチケースと一緒で、対象メニューにプラスね、いくらかお金を追加ってことで、さっきのランチケースはね、スイートハートカフェの、サンドイッチと、あとリフレッシュメントコーナーのホットドッグと、それからヒューディールイのグッタイムカフェのピザの3択なんだけど、このスーベニアポーチは 1,2,3,4,5,6 択なんだよね。順番に見ていこうか。まずね、カフェオーリンズはストロベリーのクレープね、だから甘々だよね。で、ペコスビルカフェがポークライスロール、これシーンあったやつだよね。はい、この肉巻きです。要はご飯を肉で巻いたやつで、ラケッティラクーンサルーンが、これがですね、ラップサンド焼肉ごぼうサラダ、うん、なるほど、これ結構軽いご飯になるよね。クレオズがミッキーのカステラケーキチョコクリーム、ぶっちゃけガツンとデザートだよね。で、フードワゴンが、スフレプリント、なんでこれもデザートなので、どのメニューでこのスーベニアポーチを食べるかってとこも大いに関係してるわけだ。これはね、好みなんだけど、完全に食事も兼ねてだったらね、ポークライスロールかラップサンドですね。俺はね、ラップサンドをおすすめしますね。ラップサンドはね、ちょっとなんか冷えてて、ちょっとね、ファミリーマートで売ってるラップサンドみたいな冷えた感じがするんだけど、でもね、ラップサンドはね、結構ご飯になるし意外と美味しいので、はい、これはおすすめですね。ポークライスロールはね、好みがあると思う。ちょっとね、なんかこってりしてて、俺はちょっと苦手ですね。で、あとはちょっと俺も全部ね、食べてないんだけど、食後のデザートで食べたいっていうんだったら、このフードブースのスプレプリンか、もしくはクレオーズのカステラケーキをおすすめしますね。はい、この辺はね、好みもあるので、これがいいって断言できないのがちょっと申し訳ないんだけどもね。はい、ここはお好みでちょっと選んでみてください。ポーチはね、比較的ね、サクッとね、買える、はい、ところで買えるので、結構これはね、難易度低いと思います。もしくはスイートカートカフェでマグ、プレート、ランチケースの3つを揃えて、であとね、ポーチとスナックケース、これをクレオズか、イベントワゴンか、もしくはラケッティで買うと、そうすると5つコンプになるので、そうするとあとはコースターだけだもんねっていう風に、まあ、揃えていくっていう作戦もありかな。だから最低3回は並ばないと絶対買えないね。3つ買えるところがね、グッタイムカフェとスイートアートカフェがあるんだけど、ね、どっちでもね、ポーチ売ってないんだよね。で、ポーチを買おうと思ったら、このクレオズかフードブースかラケッティ、カフェオリンズ、ペコスビルなんで、って考えていくと、何かを妥協しないとねって感じ。2回で済ますと思ったらね。だからフルコンプするには3回並ぶ必要がありますので、はい、皆さん頑張ってみてください。はい、こんな感じですね。なので皆さんぜひこの画面をね、スクショしてください。これスクショ推奨です。これスクリーンショットしとくと絶対後々便利なんで、レジ少しでも並ばずにね、効率よく、買ってもらえたらと思ってこの表を作りましたので、皆さん参考にしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。